くれて。じゃああと10秒にしましょう。10秒。10、9、7、6、5、4、3、2、1。岩崎ハルトです。前はちょっと陰性でいろいろ不安なことはあったけど、今日はそういう工夫のおかげで普通にやることができたので良かったなって思いました。で、今日の結果は2勝2敗でした。以上です。はい、ありがとうございます。対局時計のことについては特に、不安はなかった。うまくできましたか？5分前と10分前に来てくれたので、うん、普通にできました。5分前、10分前に行ってくれて、その前の、じゃあ20分の間は何も音声がないわけですね。そうです。その時は確認ができない。はい。心配はなかったですか？まあ、病原がついてるので、うん、大丈夫でした。ありました。2勝2敗という結果についてはアキさん自身はどう思ってるんでしょうか？まだ最初だから、まあいいかなって思います。手応えを感じたんでしょうか？自信になったのか、それともちょっと不安になったのか、どうなんでしょうか？うん、そんなに不安にはなりませんでした。これなら D クラスでも上がれるかなと思いました。なるほど。C クラスに上がれるかなという手応えを持ったんですね。はい、上がりました。視力は、はい、右目は、はい、ほとんど見えなくて、はい、左は、うん、右よりは、まあ、だいぶまだ見えます。そうすると左で見て勝負を囲碁打ってるんですね。はい。頭の中で盤を描いてる方もいらっしゃいますが、視覚障害者の方ではですね、はい、ハルトさんは碁盤を見て考えてらっしゃるということですか？そうです。なるほど。わかりました。ハルトさん、すいません、囲碁を始めたきっかけを教えていただけますか？おじいちゃんとおばあちゃんの家の1階に囲碁教室が貸していて、はい、僕は目が悪いので黒白なら、違いが分かるので、うん、将棋よりとかはいいかなと思って、うん、囲碁をやってみたら面白かったので、その後に囲碁を続けました。それはいつのことですか？始めたのは小学校2年生です。なるほど。それからどんどん強くなったんでしょうか？最初はあんまり強くならなかったけれど、はい、そのおじいちゃん家の、うん、おじいちゃんとおばあちゃんの家の1階から差し扇の囲碁サロンに、行った時はいきなり強くなりました。うん、いきなり強くなりました。差し扇の囲碁サロンに行ったのはいつなんでしょうか？何年生の時かな？5年生の時です。なるほど。どうしていきなり強くなったんでしょうか？やっぱりそのおじいちゃんとおばあちゃん家の1階の碁会所は先生としかやらなかったけど、はい、そういう碁会所ではお客さんとも結構やるようになったので、うん、あとそういう検討もやってくれるので、うんうん、結構そっちの方が勉強になるなって感じはしました。差し扇に入った時はどれぐらいの気力で、そして今どれぐらいの気力になってるんですか？入った時は弱い初段ぐらいで、はい、今は
そこの誤解書では習うんです、うんうん、そうするともう小学校5年で今中学生ですから2年弱で初段から7段になっちゃった、うん、そしたら楽しくてしょうがない。いろんなお客さんにも買ってるようになるので楽しいです。なるほど。プロを目指そうと思ったのはいつ頃なんですか？プロを目指そうと思ったのは4年生か5年生なんて。それは4年生か5年生と強くなる前にもうプロになりたいと思ってた。なんか強くなった時からプロになりたいって、その差し泳ぎの誤解書になってからプロになりたいなって思い出しました。わかりました。ハルトは、ちょうど1歳2ヶ月の時に小児急性リンパ性白血病になりまして、その後に再発をして骨髄移植をした際の GVHD というの拒絶反応、拒否反応があるんですけれども、その際に角膜の方に炎症が出まして、その角膜混濁ということで視力が悪くなりました。それで、まあ、ハルト君たまたまおじい様の1階に誤解症があってたまたまやったということですけども、はい、おじい様は講談社なんですか、ペティボの。いや、もう全く誰もできない状態です。ご家族の方でも囲碁を打つ方はいらっしゃらないんですか？いないですね、ハルトだけです。じゃあほんの偶然なんですね。そうですね、私も本当に囲碁に関しては何も知らない状態だったので、はい、どうでしょうか、ハルトさんが囲碁に夢中になってですね、はい、今こうしてこの場で院生になってらっしゃるんですけども、はい、お母さんはどんなお気持ちなんですか？そうですね、ハルトはですね、本当に病気が再発して、もう本当に生存率が相当低かったので、ちょっとかなり助かる見込みもない状態でしたので、それで治癒した時にも何かやっぱり資格を失ってしまったので、なかなかできることも少なくて、ある意味幼稚園に入るのですらなんか結構断られちゃったということで、習い事も個別指導じゃなきゃいけないとかだと本当に遠くに行ったりとか、なかなかこう受け入れられる場所がやっぱり少なかったので、はい、その中で囲碁をやって、質問なんでしたっけ？ハルト君が今こうして院生になってですね、この舞台に立っていらっしゃることをお母様としてどんな思いでいらっしゃるか。すいません、ちょっと飛んじゃいます。いいです、それとも構いませんね。そうですね、それで何か一つでも、その時お兄ちゃんがテニスにすごくハマってて、はい、すごく生き生きしてて、うん、ハルトも何か一つでも好きなことができたらいいなって、ずっとせっかく助かった命だったのでずっと思ってたんですけれども、その中で囲碁を見つけて、私はちょっと全然どういう状態で上達してたかわからなかったんですけれども、なんか本人が楽しい楽しいってずっとハマっていくのを見て、あ、すごくいいなってちょっと応援していきたいなと思って、はい、今まで来ました。すいません、飛んじゃった。いいえ、とんでもない。その病気のことはお母さんから結構聞いてます。それでどうでしょうか、ここまで来てですね、白血病で苦しんでいる子どもたちの方も随分たくさんいらっしゃいますし、また視覚障害の方でですね、非常にハルトさんにこのニュースで関心を持っている方もいらっしゃると思うんですけども、なんかどうでしょう、ご自身そんな立場になったらどんな思いですか？やっぱりもっと世界中の人にこの愛を知ってもらいたいなって思っています。分かりました。じゃあさて、今院生になったばっかりですけども、目標はプロ棋士はもう今目の前の目標で、はい、プロ棋士になってからどうしたいですか？プロ棋士になってから
井山さんと打ってみたい。あと他に、愛護を世界中の人に広めたいです。井山さんと打つようなところまで行けばですね、はい、テレビや新聞にもたくさん出ることになりますなんかお母様から聞いたら、ハルトさんはですね、目立つのが非常にお好きだというふうに聞いてますけども、今いい気分なんでしょうか。うん、嬉しいです。他の人にすごいねって言われて。じゃあこれまた何度も味わいたいわけですね。はい。わかりました。ありがとうございます。